スズキの軽トラ、キャリーが一部改良。4月19日、スズキは軽トラック、キャリー、スーパーキャリー、キャリー特装車を一部改良し発売した。キャリーは、スズキが製造する軽トラックで、その起源は、1961年に登場したスズライトキャリーまで遡るご長寿モデル。 現在販売されているのは2013年に登場した11台目で現在はマツダや日産、三菱にも OEM 供給されている今回の一部改良では広報後発信抑制機能にブレーキ制御機能を追加しキャリーとスーパーキャリーは鈴木セーフティサポートを全車標準装備とすることで 安全性を高めたほか、5MT 車はアイドリングストップシステムを搭載し燃費性能を向上させている。また、車体色に新色、デニムブルーメタリックを設定した。さらに、電波式キーレスエントリーやパワードアロック、パワーウィンドウを全車標準装備とし、KX、 X は LED ヘッドランプを標準装備、KXX、x リミテッドは電動格納式リモコンドアミラーを標準装備するなど、快適装備も充実させている。